チェジウは、韓国軽機動波州軍生まれの女優。本名は、チェミヒャン。スリーサイズは、86.4から63.5から83.8。関与大学公演劇映画家中隊。クリスチャン、オリーブ級所属。映画では、アンソンギ、アンジェウク。ドラマでは、クオンサンウ、チャンドンゴン、イビオンホン、ペ、ヨンジュンなど有名俳優と共演し、 アジアにおける韓流スターの代表的女優の一人となった。日本では、冬のソナタのジ、チョニユジン役や、美しき日々のキム・ヨンス役、天国の階段のハン・ジョンソ役で知られる。軽気道派衆軍に生まれる。父親が、職業軍人であったため初等学校6年生の、時から富山直轄市に住み、富山水泳小学校、富山水泳女子中学校、 不山特問女子高等学校、不山女子専門大学舞踊科を卒業。1994年に19歳で MBC のオーディションに合格し23期新人タレントとなるが主演映画を交番させられるといった挫折も味わう。1995年の戦争と愛意後チェジュという芸名を名乗り、 1996年のドラマ、初恋の早くに出演して広く、名が知られるようになった。2000年から、臓器寄贈運動本部広報大使を務める。2001年、観陽大学校に入学したが、後に除籍された。2002年に、ペ・ヨンジュンと共演したドラマ、冬のそなたでヒロインを務め、日本でも2003年から2004年に NHK で放送されると、 大ヒット。翌2003年に放送されクオンサンウと共演した天国の会談も、チェジューが泣くほど視聴率が上がる類戦崩壊ドラマと言われ、日本でも話題となり、アジアを中心に韓流ブームを巻き起こす。2004年6月、日韓国交正常化40周年を記念する日韓友情年諮問委員会の一員となり、2005年の 日韓共同訪問の年の韓国代表の広報大使に任命され、6月には韓国観光公社から広報大使を務めた功績に功労牌を授与された。9月、富山市教育庁の教育広報大使を移植された。2003年には日本の大ヒットドラマを韓国、中国、日本で共同制作でリメイクした101回目のプロポーズに主演。 2005年のアクション映画、無影権では、武術の達人を、ワイヤーアクションで演じた。2006年1月、TBS 日曜劇場、林部局で、竹野内豊と W 支援を務め、日本のドラマに初出演。11月に、日本で、i モード、e iSweb、ヤフー携帯の公式コンテンツとして、チェジウモービレーが開始された。2014年、 韓国の大手芸能プロダクションである YG エンターテインメントと専属契約を結ぶ。2018年3月29日、一般男性と結婚。2019年12月23日、妊娠を発表。2019年から2020年にかけて放送されたドラマ、愛の不時着のストーリーに、チェジウや天国の階段のエピソードが登場し、妊娠中ではあったが、チェジウが、 本人役でカメオ出演を果たした。2020年5月16日、第一子女児を出産。韓国語、日本語、英語を話すことができる。日本や中国との合作ドラマへの出演も積極的である。バレエを習い始めたことをインタビューで明らかにしている。泣きの演技に定評があり、韓国ではジェジューの泣いた分だけ視聴率が上がると言われている。日本では 涙の女王とも言われている。私生活では2007年から2011年にかけて俳優の意地抜くと交際していた。兄、銀志がいる。YG エンターテインメントジャパン。ありがとうございます。